皆さんこんにちは。今回はイタリア料理についてお話ししたいと思います。イタリア料理は現在家庭でも日常的に食卓に並ぶ料理の一つとなっています。まずは私たち日本人に馴染みのある料理から見てみましょう。ドリア、スパゲッティのミートソース、そしてナポリタンはイタリア料理の定番になっていますね。でもこれらの料理はイタリア料理ではありません。ドリアは横浜ホテルニューグランドの初代料理長だったスイス人のサリー・ワイルという人が日本人にも合う料理として考えた日本生まれの料理です。そしてナポリタン、プリンアラモードも横浜ホテルニューグランドで生まれた日本の洋食なのです。ミートソースは名前からお分かりのようにこれもまた日本生まれのスパゲッティです。ではこれからイタリア料理を見ていきましょう。私たちに最も馴染みのあるイタリア料理、ピッツァから見ていきましょう。このピッツァの名前は皆さんよくご存知のピッツァマルゲリータですね。どうしてこの名前がついたのでしょうか。それにはこんなお話があります。イタリアの2代目国王ウンベルト2世とその王妃マルゲリータがナポリを訪れた時に作られたピッツァがトマトソース、バジル、モッツァレラチーズをトッピングしたピッツァでした。このピッツァを見た王妃がイタリア国旗の色と同じだと喜んだことにちなんで王妃の名前が付けられたのだそうです。次はあまり日本では見ませんがボスカイオーラと呼ばれるキノコをトッピングしたピッツァです。キコリ風のピッツァと言われます。キコリは森で仕事をします。そしてキノコは森の象徴なのでこの名前になったと言われています。次はクワトロスタジオーニ。クワトロは4つ、スタジオーニは季節です。4つの季節、四季ですね。このピッツァには4種の具材が分かれてトッピングされていることからこの名前が付けられたのです。日本でも一部のイタリア料理店で見られる四角いピッツァがあります。名前のタッリオはカットするという意味でこんな風に大きな天板で焼いたピッツァを店頭でカットして売ることからこの名前がついたのだそうです。次はカルツォーネと言います。ズボンやストッキングに形が似ていることからこの名前がついたと言われます。フォルノはオーブンのことでオーブンで焼いたものを言います。その他にこんなピッツァもあります。パーラとカネトロと呼ばれるもので、パーラはスコップに似ていることからこのように呼ばれます。またメトロはこのピッツァが1メートルほどもあるためメートルの意味でメトロと呼ばれるのです。こんな風に形や大きさがピッツァの名前になっています。実際料理の名前はこのように人物の名前や職業、形状や地名など様々なものがその名前の由来になっているのです。ここで一つお話ししたいのは、ピッツァはパンや軽食の一種でイタリア料理のコース料理にはピッツァは入りません。ただしイタリア人以外のヨーロッパの人でもピッツァはイタリアの代表的料理の一つと考えていますから、イタリアの観光地のレストランでは外国人観光客のために多くのレストランがメニューに載せているのです。次に私たちに馴染みのあるもう一つのイタリア料理、パスタについて見てみましょう。皆さんよくご存知のカルボナーラは炭焼き風と訳されていますね。その昔、炭を焼く窯を離れることができなかった炭焼き職人が卵黄と豚バラ肉の塩漬け、チーズでパスタに味付けしたことからこの名前が付けられたと言われています。これもすっかりお馴染みになったパスタ、アラビアータ、オコリンボン風と訳されます。ニンニク、唐辛子の入ったトマトソースが辛く、カッカとオコリっぽいやつということでこの名前がついたと言われています。そして今ではスーパーのパスタソースの定番となったペペロンチーノ、正確にはこのようにソースに使われている材料が並んだ名前になっています。イタリアにはミートスパゲッティはありませんが、よく似たものでボローニャという北イタリアの町の名前がついたパスタがあり、
ボロネーゼと呼ばれています。牛肉、パンチェッタと呼ばれる豚バラ肉の塩漬け、玉ねぎ、人参、セロリ、トマトソースを使ったソースで仕上げます。次はジェノベーゼ。これも今ではよく知られたパスタになった北イタリアの港町ジェノバの名前がついたパスタですね。ニンニク、松の実、エクストラバージンオリーブオイル、パルミジャーノ、ペコリーノチーズを使ったソースで味付けします。次のボンゴレはアサリが主に使われますが、ボンゴレとは二枚貝を意味します。トマトソースを使ったロッソ、白ワインで仕上げたビアンコなどがあります。パスタの最後はベネチアの代表的パスタと言われているアルネッロディセピエ、イカ墨のスパゲティと訳されています。ネッロは墨、セピエはイカという意味です。料理の名前はアラビアータのように味から感じる雰囲気や材料、町や地域などの地名、職業が使われることが多く見られます。この点を考えながら料理の名前を見ていくと、お客様に分かりやすく説明することができるようになります。ここでちょっとだけパスタの種類を見てみましょう。イタリアには約650種のパスタの形があると言われています。そして名前は1300もあるそうです。同じ形のパスタでも地方によって呼び方が違うため、パスタの名前の方が多くなってしまったようです。左からブカティーニ、イタリア語で穴を意味するブーコという言葉に由来するパスタです。次のコンキリエは見てお分かりのように深いの意味です。タリオリーニは卵をたっぷり使った2から4ミリの平打ち麺の総称です。下の段の左はニョッキ、その形からげんこつという意味のジャガイモと小麦粉で作る団子状のパスタを言います。次のファルファーレは蝶々の意味です。そしてその隣のフジッリは糸巻きに似ていることからこの名前がついたと言われています。クスクスは北アフリカが起源の米粒のようなパスタです。南イタリアのシチリアやサルディーニャ地方で食べられているほか、フランスなどでも馴染みのあるパスタです。タリアッテーレはフェットチーネとも呼ばれる幅7ミリから8ミリの幅広麺を意味する名前です。リガトーニは太い穴あきパスタを言います。中に肉やチーズ、野菜を詰めてソースをかけオーブンで焼き上げる調理法が一般的です。マカロニはイタリアでは穴の開いた棒状のパスタ全般を言います。ラザーニャは幅の広い板状のパスタで、ラザニア、ミートソース、ホワイトソースを何層にも重ね、チーズを乗せ焼き上げた料理が一般的です。ラビオリは、簡単に言うと、イタリア餃子、チーズや肉、野菜の具材を詰めたパスタです。ほんの一部ですが、この程度、覚えておけば良いと思います。イタリアといえば、チーズとオリーブオイル、トマトを忘れるわけにはいきません。まずは、イタリアのチーズをちょっとだけ見てみましょう。ピッツァに使うチーズといえばモッツァレラですが、モッツァレラチーズはイタリア南西部のカンパーニャ地方で水牛のミルクから作られるチーズでしたが、今は牛のミルクからも作られます。ピキチギルという言葉が名前の由来と言われています。次は日本ではパルメザンチーズと英語で呼ぶことが多いですが、正しくはパルミジャーノレッチャーノで、北イタリアのパルマトレッチョというこのチーズの産地である村の名前が使われています。マスカルポーネはイタリア料理のデザートとして最も知られるティラミスに使われる牛乳から作られるクリームチーズです。リコッタは日本では牛乳から作られたものが多く見られますが、イタリアでは羊、ヤギ、水牛のホエイを加熱して作ったものが多く使われます。リコッタとは再び煮るという意味で、基本はフレッシュチーズですのでそのまま食べることが多いですが、パスタやデザート菓子などにも使われます。ゴルゴンゾーラは北イタリアのロンバルディア、ピエモンテ州で牛乳から作られる青カビチーズです。日本ではフランスのロックフォール、イギリスのスティルトンを加え世界三大ブルーチーズと言っていますが、ヨーロッパでは誰もそんなことは言いません。さて次はオリーブオイルです。オリーブオイルは紀元前4500年頃の中東が起源と言われています。
オリーブオイルは、オリーブの実を砕き、絞ってオイルを抽出します。一番最初に絞ったオイルをバージンオリーブオイルと言います。バージンオリーブオイルには、エクストラとオーディナリーがあり、特に、香り、品質が高いものをエクストラバージンオリーブオイルと呼んでいます。バージンオリーブオイルを絞ったカスから溶剤抽出したものを、精製オリーブオイルや、リファインドオリーブオイルと呼びます。また、バージンオリーブオイルと精製オリーブオイルをブレンドしたものを、ピュアオリーブオイルと言います。オリーブオイルは、ドレッシング、パスタソース、ブルスケッタ、バーニャカウーダなどたくさんの料理に使われています。今回の最後は、トマトです。イタリア料理、イコール、トマトと感じさせるほど、欠かせない食材ですが、食用にされたのは、18世紀のことと言われます。16世紀に、原産地である、南アメリカから、スペイン経由でイタリアに伝えられました。当初は、毒があると思われていたため、観賞用として植えられていたそうです。ここでは、代表的なイタリアのトマトをご紹介しましょう。左上から、サンマルツァーノ、日本でも、料理用の缶詰で売られているので、よく目にする品種です。その隣は、クオーレディブエ、牛の心臓という意味の名前が付けられています。北イタリアで多く作られている品種で、そのまま食べたり、ソースにも使われます。次の、ピエンノーロは、ナポリの赤い宝石と呼ばれる、ミニトマトで、原産地名統制故障のトマトです。下の段、左もまた、ダッテリーニと呼ばれる、ミニトマトですが、シチリアの高級トマトと言われています。その、隣は、私たちにも、馴染みのあるチェリートマトで、チェリジーノと呼ばれます。今回は、ピッツァとパスタの名前を見てきましたが、いかがでしたか？料理の名前は、なんとなく難しく感じるかもしれませんが、料理名には、マルゲリータは、王妃の名前、ジェノベーゼは、町の名前、ボンゴレは材料というように、材料と調理方法、その料理の由来などが書かれているのです。次回は、イタリアのコース料理と、いろいろな料理のお話をします。今回の、ピッツァとパスタの感覚で、次回のお話を聞いていただくと、料理の名前がわかりやすくなると思います。それでは、皆さん、また次回にお会いしましょう。